町長の目「いちょうやのらんはどうだいもう店を張ってい,いやしないかい」と手拭いを片手に慶しや崔君に言うと「そうね時間がなんですからまだだろうとは思いますがでもあのおいらんは道中なしでうちを出るとすぐに縁台ですからね」。 出てるかもしれませんよ。ちょっと見ましょう。とそのまま玄関へ出て格子戸に立って半分隠れるようにして町内の同じ側を肩影を顔に映して透かすと側が同じなのに子隠れて差しのぞくのであるからあからさまには見えないけれども大い町の木の下に母ちゃんの膝に抱かれて縁台に腰にかけた可愛い美三子可愛さに呼んでミンミーの姿が。 チラリと見える「夏のことでミンミーがまだハイハイもできなかった自分であった。いわゆる善良なる家庭においては、いちょうやだの、おいらんだの、張り見せだのと口にするのもはばかるべきことながら、なに、我らしきの所帯だからごめんをこうむる。と、この話しての慶吉は、私にまた話して言うのである。 で、「いちおやのらんが店を張る」という意味はだんの赤んぼがその母ちゃんに抱かれて赤んぼの家の真向こうの大いちょうが少々の夕立ぐらいでは影もぬらさないほど茂って涼しいので昼寝代わりにすずみに出ているのを言うのである「ああいますいますよ」と仰々しく抜き足になって脅かすようにそのくせにこにこして言うと 速やかにご出張会そいつは弱ったなあと中腰の立ち構えで意地汚く飲んでいたキセルを落とす慶吉じいちゃんは行髄が嫌いで銭湯へ行くのに一番すいてるこの地獄を狙うとちょうどまた同じ自分に店を張っていて通りがかるじいちゃんを見ると威勢のいいごえをかける「こいつ」とか「ばあ」とか言って ちょっとからかってクッククックと嬉しがって笑ううちをひょいっと抜けていくといいだかああだかよくわからないが大きな声を響かして呼び止める引き返してべっかっこしてまた行くとすぐに呼び止めるまた引き返してご機嫌をうかがって失礼、さようならなどと言ってとっとと急ぎ足になるとたちまちいいああと大きな声をする。 もう町のお角の乾物屋をごろうとしても振り切れないでスタスタ戻るといった具合でしょちゅうにつきこの草ずり引きには毎度汗をかいているのであるなんならもうちょっと後になすったらいやどうにかなる構わずずんずんいらっしゃいそうはまいりませんこれでもいい人なんだから振り切ると花魁が泣きますそうねご苦労さま これ「あいさつだ」とがらりと出る「<laughs> こんにちは」「いちょうのしたでもうやってる」湿気「しっけいいああ」となんだかまっしろなちゃんちゃん子のようなものを着て胸のところをちょっと赤いひもで結んだのが小さなまるまるとした両手に針を入れて突っ張るようにして例のを呼び止める」「待っていた」 どっこいとけつまずいたようにそれみで止まっていささか浮き腰に引き返して顔から先へ持っていくバークッククックと笑って難しく言えば血が踊るようにむき出しの手足をはねてうれしがるそんなにうれしがられてはバーだけでは愛すまないつい形物を添えたくなるサイくんが包んで渡したシャボン箱を出して 海中へ入れようとしてだらしがないからガチャンと落として「おっこった!」なぞと声をかけながら拾った上右のお手ぬぐいをうなすかぶりでんがりめの顔をぬいっと出して「ひょっとこ」「これが炎天の日ざかりだ」「いいきなもので」「ゆのお話のついでだがミンミーが大好きで大概毎晩のように ばあにおんぼをして学校横丁の銭湯に出かけたもちろん母ちゃんだのミンミーの姉さんたちと一緒のこともあるがミンミーぐらい熱い湯に平気で入る子は近所に一人もないと言ってばあちゃんは喜んだ当日行水をぼちゃぼちゃやったぐらいでは収まらない晩にまた湯に入れないと機嫌が悪かった備わったきれい好きなところへ母ちゃんがまたよく行き届いて ちょっとでも湿り気のあるものは肌につけておかないからおしめを取り替える時なんぞ仰向けにして紐を解くとただ白い色がハッと開いて夕顔のお花が咲くようにゆかしい甘い香りがぷんとする自慢ではないが畳へも縁へも庭へだって一度だって粗相したことはない残念ながら慶吉も細君も 毎日のように抱きつすてつしていながら膝へも懐へも粗相をされた覚えはない。が情けない二人とも因縁であろう父たり母たる洗礼を受けえないのである。赤ん坊の粗相にぬれるのは家庭の洗礼であろうとつくづく思うことがあるとこのない慶吉はまた言うのである。 読者はおまっちゃんととなうるごちそうをご存知であろうか。もちろんご存知はあるまい。ミンミーが大好きなもので、それはおそばであります。いつの間に味を覚えたかは知らないが、一口二口ついふくましたのが食べさせるとさも美味しそうに舌打ちをするからついそれかうれしくって少しずつ食べさせ食べさせしたのが。 しだいにどんの口からするするという勢いになった銭湯の手前にそば屋がある雪はこの霊あり形ある姫君ばあちゃんの背のおいの中に何事もなくおさまって通るが湯から帰りがけにここまで来ると斑点の老いずりがずずんと重くなる諸国遍歴の巫女だとここへお湯を下ろしてあやめずかを築くか 小町の柳を植えようという段取りであるあのまつげの長い大きな目をぱっちりとここにちょっと皿のようにという形容がある妙齢の娘の目を皿のようにといった日には妖怪とも変化とも例えようはないのだが赤ん坊だと不思議に水晶のように聞こえようこれだけでも子供はかわいいその目をぱっちり ちりといいているきは、重さに曲がついて、肩からぶるぶるとばあちゃんの背筋へかかるのだそうである。が、ゆやでもう上がり場のかごの脇で、いい心持ちにすやすやと寝ていて、やわらかい人形のようなのをおぶって出ても、きっとそのそば屋の前まで来ると重くなる。秋の雨の小雨が降って、あんどんの暗いときなどは、 晩傘さ,さした腕にこたえて自然と思いこの方が怖いようでしかもおばあちゃんは余計にうれしかったそうである食べさしたいと思う心が自然に通じるらしいと無教育なことを言うこう湯上がりのお白い喉を長く伸ばして鼻をおぶい板店の黒ジュスの襟につけて振り向いて そこにほたほたとすべっこいミンミンのほっぺたを早な目構えにそっと下の先を出してこいつがお化けでじっと見るとちゃんと大きな目を開けて瞳があんどんをパッチリ見ている母さんが一緒の時だと小さな手桶ポチャポチャ人形などおもちゃを一包み抱くほどに持ってずっと酔っておやまた重くなりましたか はあ、少々ばかり」とひったりと立ち止まる「あなたが気になさるからですよかまわずどんどんいらっしゃいますし」「でも」と鼻からその気はないのだがわざと思わせぶりに少しっぽへ帰りかけると「う」という穏やかならぬ声が出てずんずんとお尻の方へ重みがかかる」と顔も頭も斑点の中に引っ込んで 両手も肩につかまりながら足を突っ張ってずり下がる。「これはたまらん」とばあちゃんはちょっとおどけて帯をゆすってゆり上げながら「おーおー神様はあらたかあらたか」とさらしなとあるこんのれんをくぐるとくぐらぬ先から「ああ」と今度は肩の上へ体半分踊り上がっていっぱいに胸を張って手も足も一緒に跳ね回る。で そばのおあつらえがすむとみぎのおいちょうのしたあたりをこえばかりでうただかはなしだかわからないことをさえざえとしゃべりながらじぶんのまえをすどおりにしてきっとじいちゃんのうちへかえってくるたけいき、ま、ちはおもて2かいでもういちょうのあたりからこえをきいてひとりでにこにこしているのであるが。 ただいまをちょっと置いてその「ミンミーおかえり」が聞きたさに一息ためていてにやりとして聞く「ミンミーおかえり」「おっと来た」とドドドンドドドンとけたたましくはしご段を駆け下りて「帰ったか」とおっかぶさるようにしてその赤ん坊のふかしたてのごとき相愛しさも桃色の顔を眺めるが これはしかしばあちゃんが代理をするのでなしにおんなじ言葉をミンミーが自分で「ただいまおかえり」と言えるようになってからのことだったかもわからないはしごだんの下へ来てばあちゃんの背中からだったり自分でちょろちょろと歩いてきたり「ただいまミンミーおかえり」と聞くまでためておっと来た。 やっぱりそうだ、ミミィが自分で言うようになってからのことだ。が、もうぴったりと息があって、ばあちゃんと血が通うほどになっていたのだから、どっちの声も後の記憶に変わりはない。ひょっとこ、と一つ3がり目で、手ぬぐいなしにクック笑わせて、お決まりは、すぐあとから。 母さんがこうちょんと座ったのを抱え込むようにしていとどやらかになったミンミーの髪をふうわりと撫でながらじいちゃん毎晩のようにすみませんどういたしましてこっちの勝手であなたこそ朝お早いのに恐縮ですさらしなのちょうちんが酔い闇の門をふらふらと来てお待ちどうさま、 「これだ」がまだお分かりにはなりますまい。立派にタッチのできるようになってから、この子は誕生前からシャンシャン歩いた。湯帰りのこのさらしなを待ちかねていたと見えて、角へちょうちんと見るやいなや、あら、おまっちゃんと、じいちゃんの膝からひょいと立つと、つくらいに両手を上げて手首をふりふり、かわいい指を、ああ。 ににそこへ今も目につく。うっすりと白く淡雪のようにちらちらと踊るような姿でふらふらとああという間に玄関を滑ってひょいっとかまきへ出た出会い頭にちょうちんがすっと入る「おまっちゃん!」ともう一度言ってうれしがる足が浮いたと思うとすとんと素直にどまへ落ちた「いやあお嬢ちゃんあみんみん。 と夫婦が駆け出すとき、そば屋の担ぎが来てんもので、さそくにちょうちんの絵を口に、どんの台を据えたまま、見事に片手で抱き起こした。が、けがどころか、けろりとしている。落としたのではない、どまが抱き取ったに等しい。が、びっくりしたばあちゃんのみみが高く響いて、向こうのうちから両親が駆けつけた。両隣も、 カタカタと戸口に出るという騒ぎで以来そばのことをおまっちゃん家計いっぱいでその喜びおまっちゃんもうれしかろうがじいちゃんばあちゃんのうれしさはうがにあまるもったいない案ずるにおまっちゃんはおまちどうさまさまをちゃまと聞いたちゃんであろう ななぜならミンミーのまだものを言い始めに一番多く言う言葉には皆「ちゃん」がついていた「お母ちゃん」「お父ちゃん」「おばちゃん」はばかりながら続いては「じいちゃんであったからあんなにまあ私のことを」とあとでばあちゃんはうれし泣きに泣いたっけが一度など日のうち慶吉のとこに立て続けに客があってミンミーにぶさたをした。 晩方から陰気な雨になってしょぼしょぼと秋の夜のやがて9時頃。遠慮していた母ちゃんが傘をさして連れてきたが格子を開けるといつもは「ばあちゃん」とたちまち盛んな声を出して「こんばんは」などとおしゃまをやるのが一日待ちくらしてじれたりすねたりでがっかりしたらしいと見るとお母ちゃんの斑点音部に丸くなって 肩へほっぺたを横に押しつけて半病人のように元気のない顔をしながらそれでも口のうちでばあちゃん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 と歌のように泣くように小さな声で言い続けに茶の前へ上がったまあどんなにばあちゃんのとこへと言って母ちゃんが抱きおろしながらああ親の慈悲は広大である。 よそのばあちゃんに浮気をする我が子水くさいとも思う気はみじんもない泣き笑いにうれしそうにして渡すのを「みみ」とばあちゃんが涙声で締めつけると「ばばん」と言った初めて言ったしがみついて「ばあちゃん」というのをせいてせきこんだからである「ばばん」と言ってぐったりしたその風情 じいちゃんは皆が天人天女のように見えて一種経験の念を禁ぜず仏壇の前に思わずうなじを垂れて散然として襟をぬらしたのである時に早速おまっちゃんでご機嫌を取り結んだがその晩はどうしてもうちへ帰ろうと言わないでそのまま茶の間へコロンと寝た十二時ごろ お母さんがそっと抱いて帰ったっけ。泊まることを覚えてじいちゃんが留守へ来て帰るのを待ちくたびれると帰ったら起こしてと言ってさっさと寝る。さあ忘れた勢い外出先でうっかり夜をふかした時なぞは少々明かりがさしでもすれば戸を閉めた店に頼んでおもちゃを買って帰らずにはいられない。 じいちゃんおでかけみんみおみやはおもちゃとひびきのものにおおずるがごとしであるものさていらいよぶときはばあちゃんでようありげにこうちかじがとかしいでものをいいかけるときはばばんというばばんあのというはよいけれどもじいちゃんじいちゃん 口もゴムまりのように弾んで「じじい」はフラチだけだしミンミーの発見ではないけしからんばあちゃんが教えたのであるなんだなんだ今しがた泣いたくせに「じじい」友達の中でも昨日早いのがお父さんになったばかりよほど慌てたのでないとまだよそのうい孫に近づきさえ持たぬ しかも言わんやじいちゃんはまだ父親にもならないずっとお婿さんの了犬でいるのにじいちゃんじいちゃんしょげるのを知ってじじいこいつめケタケタと笑って逃げていくやっと追いすがるとすとんと尻もちそれでも泣かずに逃げていくよしよし覚えていろそんな憎まれ口を聞くなら 遊んでやらないからいい。おくんなさい。へい、いらっしゃい。何を差し上げます。おねぎ。い,いかほど。おねぎ一銭ばかり。物価の上がるとっつきごろで。まださしたることはなかったのであるから。みんみのうちは五人暮らしだが。見まねに覚えたのが。一銭ばかりで。 じいちゃんは一緒に晩のご飯を済ました後で当分きっとこのままごと見習いのお相手を承る「へいへいお家のは?」「はい」と言ってガチャガチャ忙しい後片付けの台所でねだってばあちゃんだか女中だかに畳んでもらった風呂敷を品作って持ったやつをぶらりと出す「へいおねぎごく上等のところ」「とこよ」と ところへキセルを一本くるくると包んで差し出す「ありがとうござい」「気取って2つばかりが点ン点をしてさようなら」とちょこちょことふすま際をタンスを横に行くかと思うとすぐに引き返す「おくんなさい」「いらっしゃい」「毎度どうもありがとう存じます」「どういたちまちまち」 とおしゃまをやる、えー。今度は何を差し上げます。お大根。小さな奥様。はい。ただいまのはお大根。お大根。ちょっと首を傾ける。がやっぱりミンミンはお大根。結構昔は大根が鎧を着て。 そのの愛される者ののために賊を切ったミンミが言うのなら大根が雷根で雷根が雷光でも間違った方が本当だ。へいい、かほど。一銭ばかり。重ねて人参。一銭ばかり。それからお芋も。一銭ばかり。巻きたばから煙草入れ。当日の新聞。 り合わせたものを風呂敷へお式せひと調子でとろんこのじいちゃんは武将で立つのが面倒だから手近にあるもので間に合わせをするのであるが丸いものと長いものぐらいは区別をつけないとがてんしない甘つさえこの小さな奥様「負けてたくちゃん」とお品がよくない持ってのほか所体慣れていなさるから しなつでは堪能しない。王々にして一銭のねぎが三本だったり同じきにんじんが二本だったりお芋が五つのごときに至ってはとてもいながらでは手回りかねるお茶台をそろえて盆を出してきびしょのふたを外すに及んでじいちゃんはすなわち一計を案じるえー、お勘定願いますお代だよみんみ お宝お宝」とミミは丸い顎でこう探すように自分の肩から胸の方を見回すが忘れたひょいと気のついた目に針を持ってスタスタ台所へ走っていく「ババンババン」と一大事そうに呼んで「八百屋ちゃんお勘定」「あ,あい,いよ」で「お惣菜仕入れのおら豆だの」 あの時節だと青ざし一貫紋という思い入れでさやインゲン豆などを持たしてよこすのだけれどともすると面倒だったりあるいは関節に封するところあるがごとくみそかみそかという畜生めとこっちで苦笑をしているところへみちょかいけませんとかぶりを振ってみせるがここだどうして 使いして訓命を恥ずかしめるようなハンマなのじゃあない。じいちゃん、みちょかようと鼻声で色っぽく余ったれる。いかが未来は外交官の霊夫人受け合いという菜園。こっちはそんなことは百も承知で赤べろちょんちょんとべっかっこしてみせると外交官の霊夫人だけに負けてはいない。たちまち目を丸くしておでこをしゃくって。 ジジこいつめキャクックケタケタと笑いながら逃げていく勢いどうしても追っかけずにいられますかどっこいしょと立つときはおっくうだがさあ立ったわと勢いよく追っかける逃げる追っかけ追いまわす茶の間から隣の座敷、女中部屋を抜けて玄関をぐるぐると回る 途中でわざと逆に回って逃げるのとばったり出っくわすキャッという合間にはストンストンと尻もちをつくみんみばかりに尻もちはつかせておけない同じくこちらもストンストンじいちゃんなんですおいたがすぎますよあたかも気合わせて台所の敷居際に軽くいつつ もとの,のおばあちゃんと書体話か何かしている母さんがじいちゃんのほうへ小言を言うからだらしはないいやおかしいどうもうれしい元来この追っかけっこはその源をたもとやうちわのいないいないばあに発すると思われる少したつと障子のガラスののぞきっくら その自分にはつかまり立ちをしてよちよちと山にすがってちょうどガラスをはめた下の山からやっと目と眉毛だけが出るのであるこれは縁側で遊ぶのだがわずかに障子紙二枚ばかりに顔ぐるみ体が現われたり消えたりする今度は出窓の上の狭い縁をもちろんお好みによって抱き上げるので 子と障子の間を向こうへ抜けこっちへ抜けすっすっと妻さえ引き加減の可愛らしいほおずき娘が巧みに行ったり来たりして向こうの襖際でばあちゃんばあこっちの茶棚の上からじいちゃんばあ天秤だどこの赤ん坊も同じで人は慣れっこになっているから別段に改めて誰にお礼を言うでもないがこれがこれだけに 人間技やゼンマイ仕掛けで動けるものなら動いてみたがいいまったく世界中の奇跡であるさて室内の旗行列だんだん旗ばかりでは曲がないから旗畑は天での襟に差しかざすことにして手に手に押し立てる獲物獲物あれは何ぞと見てあれば畑に物差ししんばり棒井出工房機に掛物竿 いつもおじいちゃんが先人で女中交じりにばあちゃんがしんがり真ん中はミンミーが掛物竿でも持てばいいのに何でも大きいものが好きだからこれが必ず工房器でブーカブーカでよろよろひょろひょろ転ぶと危ないからしごきに腰ひもたすきにへこおびというところを張り回したのだけれど道中が長くなって女中部屋から縁側に及ぶとなかなかそんなぐらいでは落っつかない。 工夫をして、神田の親類から鼓の尾を借りてきた。ミンミの手にきれいでいいと聞くと所作ごとのように見えるが、その実はあらごとで。次第に調子づいて勢いを増すとわっしょい。わっしょい。ああ、腹が空いた。午前にしよう。そういえば、一緒にものを食べさせて肝を冷やしたことがある。 今思い出してもゾッとする実はお膳の向こうへ座らせるのに後ろから背中を押さえていた自分のことで一層危ないタイの後ろがあったミンミーが大好きだから一日おきにでもこしらえたがこれは含めるのに細心な注意を要するじいちゃんの手では不安というのでばあちゃんか あるいは母ちゃんがうちからご出張になるのだっけその時は女中が付き添って魚を蒸しったお「おいちいおいち女中はよく世話をするかわいがったまんざら夫婦に大はむきばかりでもないようであるから安心をして任せておくとちょっと直を置いて雑誌の挿絵か何かのぞいていた途端に「はい」と言って 女中がついと立ったっもうひと品持たせてよこすのにばあちゃんが台所から呼んだのであると見るとちょうど禅の上にふっくりとあごだけが出ている目はぱっちりと据えてじっとおじいちゃんの顔の方を見ながら含んだ口をムグムグしているしきりにムグムグする虫がしらすかはっと思って思わず背中から抱き込んで あんというと、利口だ利口だ、口を開けた、よく開けた。口の中が鯛の鎌の骨でザクザク、椿の蕾に霜柱が立つようになっていようではないか。青くなった。が、神仏増します、ここは慌てるところでないと、震え声して、ちゃいして、ちゃいして。ああ、利口だ。 よくわかった。あてがった小皿のうちへパラパラとすっかり出してくれた。もう大丈夫、ほっと息をついた。猛然としてずかずかと立った。女中を失しようとしたのであるが、台所の出口の敷居ではたと止まった。歯が寒くなったような心地がして、勢いがくじけたのである。 とって返してきょとんとしているミンミーの背中をただなでて「いい子だいい子だ」「はいお待ちどうさま」とそこへばあちゃんが襟と前掛けを一緒に外しながら明るく出てきた「助かったよ」と出し抜けに行って慶吉は思わず彩君のまだ水仕事にぬれたままの手を取ろうとしたがは ばあちゃんが虫を起こすといけないと思って見合わせたおもちゃで思いのほかだったのは大きなカブトムシのブーンとうなって駆け回るのと黒目がガチャガチャとキュウリのようにそった靴で歩くやつでどっちもブリキ製のゼンマイ仕掛けになっていた四谷で初めて会うた時これを見つけた時は じいちゃんは鬼の首でも取った気でさぞミンミーが喜ぶだろうと自分の買い物も懐具合で半端にして一山に家へ帰ると愛の宿だと見えてミンミーが来ていない「池けれ」と号令を発して思わせぶりに両方のたもとを押さえて浴衣だっけがばあちゃんにも見せないで待ってると昼寝をしていたところだったそうだけれど女中が「未防子丸」という見えで たかだかと抱いてニコニコと「それおいでおいで」「庭敷の真ん中へまず据えた」空「空耳ブーンとうなってぐるぐるとまわってブーンぐるぐるとカブトムシが飛びまわる」「わあ」と言って手をひらいてへんに後じさりをする「ごらんよあれあれ」などとおばあちゃんがそばからケーキをつけても 一向に機嫌が冴えない「よしじゃあ今度はいいぞどうだこいつは」と手を離すと黒目がピーンと立った。と思うとブルブルとでっちりへゆすりをくれたがシルクハットを横っちょにかぶって目をギョロンとあのイボイボのある赤い唇をべろりとそらした。竹立ちクジラで一尺ばかり。 鉛ビ吹い出たちでステッキをついたのが今のゆすぶりにつれてブイっと高慢に反り返ると靴でポンと鼻先を蹴り上げてガチャン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 足並み正しく強うとして姫君にえして進むあらあらとばあちゃんは目を細うしてうれしがるとわいとミンミンは手をすくめたガチャン ガッチャン、こんにちは。ガッチャン、ガッチャン。とわい。怖くはないよ、みんみん。とわい。ガッチャン、ガッチャン。とわい、とわい、とつまだし足がそれも力なくわなわなと震え足にすって襖に取りついてガッチャン、ガッチャンの出るのと逆によろよろと逃げるときがぜんまいのをやんだときで 小刻みになって黒目は靴をガッチンガチ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 と向きが乱れてミミの逃げる方へ面と向かってブルブルとガッチンガチ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 あっと怯えてばあちゃんの胸へ顔を押し付けて潜り込んだときごつんと止まって黒目は仰向けになってきょろんとしたひとがしんとしらけるとハクション 黒目がくしゃみをした夫婦ぎょっとしたが何小庭の向こうの塀の上に野良猫の三毛猫がいたのであるこの二品はミンミーの兄弟の衆へ心情のこといやまたミンミーのとはいとえばここにちょっとすごいようでしかも縁なことがある 朧夜に星の影さえ三つ四つ四つか五つの鐘の音も星はあったが暗かった梅雨上がりの外珍しさにじいちゃんはミンミンをよいっと不格好な棒抱きに抱いて角へ出たイチの下から角の乾物屋を北の横丁へ曲がって中六の通りへ出て 形ばかりだけれど両側に店屋の火のちょっと明るいところを抜けたどうかしてミンミの家までは抱いて送ったことはあるけれどこんなにのしたことはかつてないこれで泣かさないで連れて帰れば一発の手柄になるばあちゃんなぞは初陣で巧妙して帰ったぐらいに思うだろうにぎやかだにぎやかだそらそらと 駆け出しのこのハ天狗が祇園の祭礼を見せるようなことを言って嬉しがらせながら一回りして我が家へ近い方の東の横丁へ入ると何を隠そう両側ともここは大きな屋敷の塀続きで暗くて寂しい抱いた胸もミミの体も静かになったそこへ聞こえたのである胸にとき打つ思いにて をぬけしいざよいが落ちて行方も知らうおの船のかがりに網よりもひと目いとうて後先にミンミーペンペンだよはてなミンミーが鳴らすピーピーなどとは比べものにならないえらいピアノだのミンミーの歌うコうさぎをコうさぎの唱歌などは及びもつかない例のおの字のつくことだのは 朝から承らされるのだがついぞ聞かない不思議にさえたねじめがする。ねぺペンペン。あだ名めかけがこしてきたうわさもなしとっつけのすし屋にお里はいずどこかの二階へ下町の娘の泊まり客でもあるのかしら。しばしたたずむ上手より梅見返りのお船の歌 寂しい帰るかと歩き出して「ミンミウサギさんを歌わないかい?」「甘い」とこの時。甘い」とこの時。市ヶ谷見つけの新坂あたり」と思う遠いところの声が響いた「甘い」 赤あんどんがすっと雨上がりのぬかるみの暗闇を通る影が通った「とわい」と小さな声で言う「怖いものか甘酒だよ」「甘ーい」「とわい」と今度は細い声そのまわたのような軽い手がしっかりと じいちゃんの指をつかんだ手がねっとりと汗ばんでいるのである雲足早き雨空も思いがけなく吹き晴れて見かわす月の顔と顔甘い片手をしっかりと肩にすがると思う間に今の間に熱い汗がひやりとして冷たくなった。 ああ、本当かそんなに怖いかい大丈夫だと思わず意気込んだこの子の恐怖をのぞくには我は敵をば恐れまいしっかりと背を抱くと軒あかりにほんのりと顔も白くなって涼しい目にいっぱい涙をたたえつと見た顔をひったりと胸につけた。 前髪が冷たいように肌に透き通ってぞっとするとさっと揺れるように幻の島田が見えた岸よりのぞく青柳の枝もしだれて川の尾も水に入り難ぜいなり甘い甘酒これなら死ねよう じいちゃんは愛すまんが心中の刹那を体験したじいちゃんは物に襲われたように駆け出したいかにこの子に口には出さぬ程度でさえとわいと思わせるようなことを世間は人は恋人は夫はとはのちにおいて行いうるか愛らしく健やかに 幸いあれみみみみこうしどうがたがたきたぞそんなにたてつけはわるくないのだけれどみみのはすこしずつだからすぐにわかるがたがたあさはやくいちどねこみへきてはなつまみめつつきおでここつこつでひとさわぎさわいで その時はスタスタ帰ったっけ。やっと不祥不祥に起きて火鉢の前で生あくびをやってるところへもう二度目の顔を見せたお珍しく帽子がのってる青いリボンがひらりとかかって着物も背中でひもがけになる愛の縮みだお召しかえおでこで色が黒いから真っ赤な濃いものよりそういった色合いがよく似合う もう一つか二つ年を取ってからのことであるがマントでも肩掛けでも店へ連れてってばあちゃんが「ミンミーどれ?」と聞くと自分で選ぶのが女の子は不思議なもので自然と移りのいい萌え木藍などの買ったのを「ミンミこと言ったものだそうであるある時もばあちゃんが連れて銀座のどこかへ冬棒を買いに行ってあれこれと言ってると 買い物に着合わせたどころか西洋の夫人がちょちょっと酔ってその中からブドウネズミのビロードに愛のリボンのあるのを取ってすましてミンミーの頭にしょっとかぶせた「かわいい嬢ちゃん似合います」とすましてひもを結んでくれたそうである「毛は縮れていても目は青くってもこの心意気はうれしいよ」気に入った「ミンミーによく似合って 色が白くきれいに見えた、はああ開かずにいつまでもかぶっていたっけあとの話いつもはうるさがって体より前にその麦わら棒をかなぐるより早くスポンと放り込むのをおとなしくかぶったままでおつすました顔つきでそのくせ弱りそうに立っているははあ 草履か靴を履いてるから脱がせてというのであろうがよくそのまま上がってこないもっともおばあちゃんの説によると今にご覧なさいお向こうから一人で歩いてこられるようになると勝手な時出かけてきてこっちの気のつかない時は靴でもカッコでもそのまんまで上がってきますからと預言者のようなおさまった顔をしていったことがあるがさて間もなかった ガタガタと言うから来たぞと見るとカマから玄関へ腹ばいのようになった足には赤い靴を履いたままといううちにスポスポと歩いてくる「やったなえらい」とじいちゃんは思わず褒めたしばあちゃんは雑巾を持ちながら「ね果たせるかなでしょ」と予言者だから聞き覚えの漢語を使って。 雑巾を持った預言者はその預言の的中したのをさも得意らしい顔をしていた「ミンミー靴か?」目前として揺すぶるように帽子を振ったが「いらっしゃいじいちゃん」「ああ散歩か散歩は晩方じゃないか」「夏のことゆえ」と言いながらわざと巻きたばの新しいのに火をつけて敷居へ立った。 池田氏お父さんのするのを見よう見まねにごさんぽと言うとまきたばこを持ちたがったからであるじいちゃん飲んでそう言ってまきたばこは取らずにじいちゃんのたもとを引いたその手に配り物の養老の滝の水の絵うちわを持っていて格子の外へ真っ赤な小さなコウモリをあおむけにして投げてある拾って持たせると すまして刺す「かさかささしてえんえんえんか」「黙ってやっぱりたもとを引いて大いちょうの方へズンズン行く」「よそおいは小さな貴婦人の封鎖がある」「ただしやっぱりおでこで色が黒い」「がじいちゃんはついぞこうした場面に使われる役者でないからセリフの書き抜きがわたっていない」 今日もお暑い「ことで」ことで、と投げていって切々せつせつ急ぐらしくまたたもとを引っ張る今やお向こうのミ味のうちの出窓の格子に母ちゃんの側発の顔が見えるかと目の下のコウモリの上からすかすが影も見えない「これは手放しで一人歩かせるのか」と後先を見回すと 胃腸の上風にセミの声が軽く流れて朝の間はちょっと静かで車も通らぬいや通ってもよかろう親父氏は小獅子を試す魂は付き添っていてけがのさせっこはないと思いながら引かれた手をいつかこっちが引いていた路地を入ったミミの家の路地で ぐるりと鍵の手に折り曲がっていてここは抜け裏ではない羽目に沿った冷やわいの土にはもう松葉ぼたんがちらちらと咲いているミンミのお父さんは草花が大好きで潜売局へ勤めの間といえば浄炉いじりをする夕顔を三八早咲きに咲かせてみせると丹精してやがてつぼみも四つ五つ 一輪ずつ今や開くという間際に、みはちぐるみ夜中に盗まれなすった。取られたのとみみまで言ったので、ちょっと見舞ったことがある。それに、いくら泣いても我が子の泣くはお花畑のキリギリス。やんちゃのために勢いよく泣いているとかえって安心でいい心持ちで。 町内賑やかなようで嬉しい気がする。が夜中夜更けにヒいッと急に聞こえると大丈夫とは知りながら案じられる。泣いてる泣いてるな。ばあちゃんを起こすのも気の毒だから独り言のように言うと飲みでじれるのでしょうと。いやばあちゃんも寝られない。お腹じゃないかい。見てきましょう私も行く。で。 かけがを外すことが毎度あるそんな時はそっと足音をしのんで抜き足差し足で入るのがこの路地で中ほどに小窓があってその下へくっついて2人でしゃがむ。というのは声をかけないでも足音がするとうれしいことにはたちまち感づいてむっくり起きて目を皿のようにしてババンチ行こうとなって。 真夜中をかまわず両親が迷惑する。でしゃがんでいる。泣きやめばそのまますっと出てバタバタと帰るがいつまでも泣いてるとたまらなくなってばあちゃんがそっと窓下の羽目をトントンと叩く。ああ母ちゃんはそんな時はまたきっと起きているのだからすぐにすっと窓を開ける。ひったり顔を寄せて口を開けただけで意味は通ずる。 ポンポンいいえ飲みでは安心今この窓へ来たのであるがミンミンはもっとたもとを引いた実はこの先へも折り曲がった奥へもまだ一度も入ったことはなかったのである路地を回ると、はああきれいだ ミンミーの真っ赤なコウモリは穂に浮いて花の露をこぐようであるお父さんの丹精で溝際の空き地に沿って細長い花壇ができたひと夏避暑中の真奥の屋敷の塀の前の駒ま寄せまで草花を植えたので千鳥草、お車、ひまわりはミンミーより丈が高いひなげしも絞しりが残って ミンミーの服に影を映す。香りの高い大輪のすみれも咲き残ったあのいろいろな松葉ボタンが一面でその赤いのに靴がちらちら溝べりには痩せた柿ツバタが美しい露をあげていたきれいだねミンミンうちわずかいをしながら「じいちゃんこえ」。 きれいだこえじいちゃんおおきれいだけささいたのこえとゆびさすまだはばかりのはぎのかげにひめゆりが一輪ポッとうつむいていたのであるじいちゃんすきだいすきとそれよりもミミィのかおをみてかんげきしてうでぐみをしてみつめた。 とたんにうちわもコウモリも投げ出すとチャイチャイと手をあおって靴でポンポンと鼻の中を飛んだブーンと立つのをチャイとまたおう銀ばえまじりにハエがうなるのであったチャイじいちゃんが嫌いを畜生ああ好きになってもいいじいちゃんはその小さな手を取ってうにぽっつり一つある したそのほくろのある優しい手で背中をトントンたたいて「ねんねんよねんねんよ」と子守歌と「寝転べ」という請求を一緒にしてじいちゃんを長火鉢のそばへごろんと寝かして「大人にちなちゃい」とついっと台所へ出ていく。 冬の夜は分けて身にしみたもうお決まりのくくり枕の大きなのおんぶで子守歌で叱ったりすかしたりお尻からゆすり上げるまねをしてステンと尻もちをつくなどはうの前でみみめじいちゃんを赤ん坊にするでひじ枕で寝ているとパタパタとやってきて「っきするの」「っきよ」 泣くのか「あんあんあん」と「よし!」と勢いよく言うとちょっとたまげた顔をするそこで「あんあんあん」と泣く泣くのを聞きながらミミはスッと台所へ行くこの間泣いていなければならないトタトタとかけてきて背中をなでて「おーおーおおお赤や赤や泣きちないの母ちゃんお台所」 ご用よというやめる枕元へとんと座って「泣いてじいちゃんまた泣くのかうん泣いてうんうんうんもっとあんうんうんまじゃわいのわいのはおかちい泣いてうんうんうん」今度は忍び足をしてそっと出ていく。 台所では寒いがなんとなく湯気の立つ中にばあちゃんは女中と一緒に働いている鉢皿だの包丁の音に混じってミンミンのごちゃごちゃと話す声が聞こえる黙ると忘れたと思うのにふすま際まで来て泣いて「あんあんあん」ババン「ばばんおちいち」とあの「おいしい」だか「おつゆ」だか 両方倦怠な声をかけておかずを伺うあーんあーんみんみそら赤ちゃんが泣いてるじゃないのいちょがちおうやぞんきだねあーんあーんと泣かせておいて台床の障子と座敷の襖のおぐらいところに人形のように立ってこう茶の間をすかしてためている あんあ,んわあわあわわじいちゃんいい気だね」とばあちゃんがわらうとばばん、そっとしてほ,ほほほ、ほあンあン」まだためている「あんあん、か母ちゃん母ちゃん」かあちゃん「あいあいあい、パタパタパタと小刻みにかけてくるとこんどはひったりとよりそって。 じいちゃんの背中を抱え込むようにして甘い父の蚊のほんのりとする胸で抱いて「おうおうかわいそかわいそ赤や赤や母ちゃん来たよよちよち」とやわらかに背中をさする色にもこんな覚えはあるまいおんなじに両親を持たぬばあちゃんもさぞうらましかろうひとりでに甘い かなつかしいなみだがわくのであった。